松井健介、41歳。彼は出版社に勤務するごく普通のサラリーマンである。そんな彼のライフスタイルが今静かな話題となっている。テレビ男子、気がつくとこう呼ばれるようになっていた。取材をする側からされる側へ、この一人のテレビ男子が今時代の先駆者として大きなムーブメントを起こそうとしている。そんないつもテレビと一緒の彼のライフスタイルに密着した。もうスタイルとかそういう感じじゃないですよね。もう普通ですね。まあ40インチなんですけどね、もうちょっと大きくてもいいかなと。まあ今年の夏ぐらいには50インチ持ち歩き始めようかなと思ってます。そうですね、一緒に働いてるスタッフなんかも私もやろうかなみたいな、でもちょっと32インチにしようかなとか言ってるんですけど、でかい方がいいよって僕は思いますけどね。やっぱでかい方が見やすい、そうですね。まあ60インチ超えるとかなり体力勝負かなと思いますけどね。なかなかそこ男っぽい選択もありますね。そうですね、まあでかい方がでも異性にモテるっていうのもあるかもしれないですよね。そういう、まあ、トレンドの先端行ってるっていう感じも出していきたいなと思いますね。最初見た時はちょっと松井さんどうしたってびっくりしたかんですけれども、今はもうそれが自然になっていて、反対になんか持ってる松井さんがかっこよく見えて、まあ、社員でも結構女性としてあれ松井さん持ってる方が男らしいよねみたいな話が出るぐらいにちょっとなってるんですよね。職場や電車の中では、アンテナが通ってるわけではないので、リーガも持ち歩いているわけではないので絶対見れるはずはないんですけれども、本人はそれがかっこいいと思って持ち歩いているみたいですね。まあまずはやっぱアンテナ探しますよね。そこからですね。いやそれはアンテナないと基本見れないでしょ、テレビなんですから。そりゃそうですよ、ね。まあ、リーガがある場所は最高ですけど、なかなか自由につなげるリーガないので、やっぱアンテナ探すパターンが多いですね。まあとりあえずテレビ持ち歩いて、世の中が変わってくればいいなと思いますけどね。まあ昔は家族団らんといったら、まあリビングにあるテレビの前に、まあ家族全員集まって一つのコンテンツを見るっていうのがまあ当たり前だったと思うんですけど、でもやっぱそのスタイルじゃもうこのたくさんある番組を全然見切れないと思うんですよね。もうやっぱそうした役割はもう終わってまして、テレビはもう今後一人一台の時代に絶対入っていくと思うんですけれども、まあ、それも部屋の中にあるだけじゃちょっとやっぱり物足りなくて、24時間いろんなところでいろんなコンテンツ、自分の好きな番組を見たいということでしたら、やっぱり最終的にはテレビ持ち歩くしかないかなと僕は思いまして、なので私はちょっとこの大画面テレビをですね、24時間どこにでも持ち歩くというような生活を始めてます。これ絶対今後流行ると思うんで注目してください。スマホで見れるっていうサービスがあるんです。 D がで録画した番組をテレビででしょ、スマホじゃなくて。いや、スマホです。スマートフォン。そうです。いやいや、まあ、いや、それはおかしいですよ。だってレコーダーはテレビとつなぐでしょ。なので、まあ、例えば空で飛行機の中とかでも見れる。え？ネットワークにつながってなくてもってこと？そうです。じゃあ飛行機も行けるし、地下鉄も行けるってこと？行けますね。テレビ持ってかないでいいの？いやー、なんだったんですか、じゃあ僕の。